だらしめんが選ぶ動画トップ10、これをまず見なきゃ全国ツアーの動画見れないだろうっていう。一番しんどかったらこの動画を見てほしいですね。あの怖さって霊の怖さじゃなくて人の怖さもあるよねっていう動画になったんですよ。心霊スポットとしても僕めっちゃ怖かった、はい、すごい感じるものがあった、はい、で実際に怪奇現象も起きた、はい、でもそれ以上もうそれ上回ってしまうぐらい僕がやらかしてしまってる動画なわけですよ。今宵も月が綺麗やな。さあ出発や。どうもやかずです。りえかずです。はい、ということで、今回ですね、はい、だらしめんが選ぶ動画トップ10、こちら行きたいなと思います。で、こちらの企画なんですけども、まあ、前回もこの動画撮ってるんですよ。まあ似たような感じですね。そうですね。ただまあ前回のに関しては全国いろいろ回ってまして、ここめちゃくちゃ怖いから一回見てほしいと、それをまあリスナーさんに伝えるためにですね、僕のおすすめするランキングトップ10と、ディエゴがおすすめする動画トップ10ですね、これをまあ持ち寄ったわけですよ、はい、やっぱりもう今200本近く動画がありますので、最近このチャンネル登録してくれたリスナーさんに関してはもうこの見切れないと思うんですよ。そうですね、うん、はい、なのでどの動画を見たらいいかっていうこのおすすめランキング、これをおすすめランキングというかもう見てほしいのよっていう。そうですね、なんか前回は怖さにフォーカスしたじゃないですか。そうやな、めちゃめちゃ怖かったやつをランキング形式で発表していったと思うんですけど、うんうんうん、今回はまた違いますかね。そうやな、はい、まあ、例えばですね、まあディエゴ普段まあ編集をしているわけで、はい、でディエゴだけじゃなくていろんなこの編集をしてくれる方がいるんですが、編集をした人たちがやっぱ思うことって、これ案外伸びないんだみたいな。そうですね、やっぱあるよな。ありますあります、うん、で僕全く編集してないんですけど、その構成とかやっぱ一緒に考えたりするわけですよ。で今回のこれ自信あるな、皆さんにこれ怖いのを届けれる、面白いのを届けれるっていう動画が案外伸びなかったりするんですよ。なのでそれをですね伝えていきたいです。見てほしいなっていう動画なので、もちろん怖さもそうですけど、全体的なこの動画が綺麗にできたよとか、はい、あの面白いとか、はい、そういったのを、皆さんにちょっと伝えていけたらなっていうふうに思います。じゃあ早速本題の方行きましょう。はい、だらしめんホラーチャンネル、まず10位の方から発表していきましょう、はい、じゃあちょっとジョニーからいやもう完全ジョニーなプレーじゃんディエゴってめっちゃハーフだもん。めちゃめちゃハーフだもんか、はい、で黒髪とかグレイズしか見たことなかったやんか、はいはいはい、うん、そうじゃないですか。あのジョニーなんすよ。ジョニー完全に、あのパッて今日何こう久しぶりにこの会社に来てですね、はい、後ろ姿あれなんか誰みたいな人いてるなみたいな、で振り返ってお疲れ様ですって見た時にジョニー君です、よろしくお願いします。よろしくお願いします。挨拶、ジョニーですまあするしかないもんな、するしかない今のなめちゃめちゃ滑ってるけど、はい、ということで早速じゃあディエゴくんから行きましょう、はい、ディエゴくんが選ぶ10位発表してください。はい、はい、では僕が選ぶおすすめ動画、はい、10位は、はい、首刈り人。嘘、マジマジです。俺もやるえ、怖っ。じゃあ考えてること一緒っす、絶対に今動画って何本あんの。いやこれちょっとね、僕たちほんまに別々に家で考えてきてるんですよ。なので怖い動画のおすすめが被るのはまだわかるんですけど、これ被る185本、200本近いです。うん、で10位首刈りなのすごいな、はい、俺も10位やね、マジで。ほらうまいな。まあまあ、じゃあちょっと理由をお願いします。はい、はい、まあこれは心霊、まあ、動画なんですけど、うん、それ以外でこれをまず見なきゃ全国ツアーの動画見れないだろうっていう、うん、伝説の動画のっていうやつで10位にいってます。ああなるほどね、理由は近いかな俺。まあ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 、僕はですね、はい、まあやっぱりこの初々しさ、はい、まず見てほしいなっていうのと、やっぱオープニングから全てもやっぱ今とは全然違うんですよね、はい、雰囲気がやっぱあの過去一そうですね、なんかちょうどこのね、動画をこう選んでる時に久しぶりにこの首刈り神社どんな内容やったっけなって見返したわけですよ。もう一回頑張ろうかなってちょっと思えるような。まあ確かに、うん、分かるもの、はい、初心に帰るじゃないですか。そうやな、かなりそういう感じですね、はい、まあ、だからこの順位に関しては、まあ、今ディエゴが言ったみたいにこの動画を見ないと始まらないっていうのはこれは大げさかもしんないですけど、はい、僕らの気持ちとしてはまずちょっと一番しんどかったこの動画を見てほしいですね。もうシンプルに
めちゃめちゃしんどい撮影とか見てほしいだけですね、はい、これちょっと伸びひんかったらちょっとぶっ壊れますよ、はい、なので、はい、あのシンプルにこれはもう首狩り神社ですね。そうですね、多分結構全国ツアーの動画の中で、うん、うわこれ首狩り神社やんっていう動画が多分何個かあると思うんですけど、確かに確かにそれ見たことない人って何のこっちゃ分かんないと思うんですよ。なるほどね。だから先にまず首狩り神社を見て、うん、そっからやっぱ見返してほしい。そういうことね、はい、はいはいはい、それって納得できますね、まあ、ただこれだけはもうはっきり言うときますけど、もう怖さの要素ゼロゼロです。ただなんかひたすらまあ登山してるだけっていう動画になります。でちなみにこの首狩神社の再生回数が33万回再生、はい、これはねもうちょっとあの見てない方もぜひ見てください、はい、めちゃめちゃおもんないですけど、はい、これもぜひ見てください。あのういういしさ見てくれたらなと思います。よろしくお願いします。ちょっと待って、呪われると言われています。ガチやマジですか。じゃあ9位の方を発表しましょう。はい、僕のじゃあ9位男性の霊がついてくる廃墟ですね。なるほど。まあ理由としては、はい、まあ初めてスピリットボックスを使った日、はい、まだこの心霊界にスピリットボックスっていうのがもうなかった時代に面白そうやなって始めたんですけど、すごい会話場だったんですよ。なのでこれからが全て始まったんちゃうかな、はい、でまあ9位にランクインさせました。でかない。もうめちゃくちゃ古いんちゃうこれ。写真が白黒やで。誰かついてきてるんちゃう。え、完全に足音多かったで。この時点で言えることっていうのが、ちょっと待って、嘘やろ、バレ怖いんやけど。ここに人立ってたんやけど。じゃあ僕が選ぶ第9位、霊の恐怖、人の恐怖、間違いなくどこかにいる新潟県の巨大廃墟です。あーそこね、めちゃめちゃでかかったです。おうおうおう。理由としては、理由としてはもちろん心霊動画として撮りに、もちろん心霊動画撮るじゃないですか、うん、であの怖さって霊の怖さじゃなくて人の怖さもあるよねっていう動画になったんですよ、うんうんうん、っていうそのまあ一つのそういう面白い部分があるんですけど、うん、僕がまあ急にランクインさせた理由は、うん、全力で虫に怖がってる2人が面白いなっていうのでぜひ見てほしいかなっていう、うん、あれはまあ怖かったね。怖かったですね。俺のこの部屋臭いあれとですねめちゃめちゃ怖かった。ちなみにこちらの動画が、44万回再生なんですけど、はい、気持ち的にはどのぐらいといてほしかったですか。もうちょっと早く50万回いってもいいんじゃないかなっていうような感じだったんや、はい、これ編集 DIY やもんな。これ僕編集してますね、うん、気持ち的にはこれ結構伸びてもおかしくなかった。そうですね、うん、っていうぐらいのなんか自信があったみたいですけど案外いってなかったという、はい、ぜひ見てない方もですね、こちら見てください。地下室ある。何なん今。もう見た目のやば、鳥肌エグいね。人おるかもよ。そうですね、久しぶり。ちなみにまあ僕が選んだ方のこの男性の霊がついてくる廃墟っていうのが再生回数50万回ですね。はいはいはい。まあそれなりにまあ取れてる方なんかなと思いますけど、言うてこれ1年経ってるんですよ。ああなるほど。なので一応これもスピリットボックスを初めて使った日っていうことで、初めからどんなもんやったんかっていうのをぜひこの見ていただきたいなと思います。はい、では8位の方いきましょう。僕が選ぶおすすめ動画第8位は、はい、ホワイトハウス、ブラックハウスの真実、新潟県超有名スポットはやはり怖いです。あ、そこなんや。俺は入れてないな、まあ、これ8位に選んだ理由が、ヤーカツさんの伝説のお姉シーンが貴重なお姉シーンがあるのでぜひ見てほしい。何個かあるやん。いや、もうあれはもうなんかここ最近で僕の一番のツボでしたね。そんなお姉出てないやん。いや、なんかあの坂道のシーンやろ。はい、なんかイヤホンとか言ってたんで編集してて楽しかったです。13位やん。13位。え、待って、理由それだけ。理由それだけです。100万再生いってほしかったんですけどね。心霊やな。心霊です。心霊や、はい、まあ、霊の巣窟になってるんじゃないかなっていう。この多分少女は下からそこでまあ紐をかけて、ちょうどそういうロープみたいなのがあったんですかね。確かまあ霊が、まあ、溜まっていても全然おかしくないですよね。そうですね、うん、
もう雰囲気は確かにもう抜群です。じゃあ僕の8位ですね。はい、これはもう七福神の家でしょ。ああ、はい、ありましたね。基本的に僕の今回このランク付けは思い出入ってますね。まあ、全国ツアー一発目の場所なんですよ。そうですね。なのでちょっと見てもらったら分かるんかなと思うんですけど、今からこのリスナーさんとしてこの新規に登録された方とか、まあ見てないかもしれないですけど、全国ツアーって今宵も月が綺麗やな、さあ出発や、ツーみたいな感じで全国なんちゃらみたいな感じで言うんですよ。これを始めた場所、あーいきなり、はい、英語がついてこれてないっていう。そうですね。なんかこの全国ツアー一発目にしては、この七福神の家っていうのがすごい僕の中で綺麗な動画やった。今とかやったら考えられへんと思うんだけど、はいはいはい、規模的にはめっちゃちっちゃい。そうですね、うん、やのに怪奇現象もしっかりあって、綺麗にこのメインの動画として一本にまとまったなっていう、そういうなんか作品みたいな、はいはいはい、うん、でそれがあって杉野さんに出会ったっていうのもありますし、僕の中ではこの七福神の家っていうのはもうぜひ見ていただきたいなっていう、そういった動画となります。はい、ちなみにですね、僕が選んだ方のこの七福神の家、再生回数が35万回再生、これに関してはね、50万回再生を超えてほしかったなっていう、そのぐらいなんかいい動画でしたね。それなりに怪奇現象も結構起きてて、いい感じのとこです。ディエゴ氏が選んだ方のホワイトハウス、ブラックハウスの真実、これに関しては25万回再生、めっちゃ少ないな。少ないですね。だってブラックハウスとホワイトハウスってこれめっちゃ有名なんですよ。ただここのまあ噂があるわけじゃないですか。その噂と僕たちの動画っていうのは本当この真逆で、それはもう真実じゃないんだよって言って、僕たちはちゃんとした情報をこの取り入れて話してるっていう感じの動画になりますので、他のチャンネルさんでですね、このブラックハウス、ホワイトハウスっていうのを見られた方がいたとしても、一度ですねこのだらしめの方を見ていただきたいなと思います。あ、うまい、伸びてないな。そうですね、うまいよ。では7位の方発表していきたいなと思います。第7位、話を聞く霊でございます。どの動画でしたっけ。な、街灯がついたり消えたり。あー、僕もそれランクインさせてます。してるよね。はい、うん、これも理由としてはですね、全国500カ所ぐらい回ってるわけですよ。ただその中でそんなこともあるっていうような、自分が言ったことをちゃんと返答してくれるっていうような現場やった。なんかすごかったですよね。すごかった、マジで。あの、見てない方のためにもシンプルに説明すると、この今空間に霊がおるとするじゃないですか。そこにいるの分かってるんだよ、電気を消してって言ったらパチッて消してくれるんですよ。ほんまにこれが心霊スポットで起きたんですよ。しかも1回じゃないんですよ。ちゃんと僕が言ったことに対してもう1回返答してくれる。もちろんですけど作り込んでないですよ。そういうタイミングで言ったとかでもなくて、その場にはもうディエゴしかいなかったですけど、俺ディエゴに見えたもんな、はい、めちゃめちゃすごいこと起きたわと、はい、今回は話せた気がするみたいな、そんな感じの動画でも理由一緒やん。理由一緒です。ってかなんかあれはタイミングがたまたまあったにしては、うん、たまたま過ぎない感じになるんですよ、連続でな。はい、うんうんうん、それが理由か。はい、いやでも本当にね、これはなかなか珍しい、まあ、動画かなっていうふうに思います。はい、でもこれまあそれなりに再生回数いってるんですけど、65万回再生ですね。はいはいはい、はい、こんなもんかな。そんな感じですね。これはまあこんなもんかな。はい、まあまあ、 あの再度見ていない方のために僕たちから見てほしい動画っていう感じでおすすめします。覗いた時に引きずり込まれそうになるって、全く霊感がない人でも理由の正しいらしいですね。なんか嫌な感じがするな。そうですね。 あかん、胸が苦しい。めっちゃいわゆるこれが、まあ人は一番高いところからの方がっていう風に、まあ働くのかもしれないですね。まあまあすごいの取れた気がする。何ですか？とか、おっと、音聞こえた。うわ、びっくりした。街灯ついた。待って、怖いって、それはちょっと。じゃあ僕が選ぶおすすめ動画第7位は、はい、生々しい声の正体は長野県ナンバーワンスポット軽井沢大橋です。なるほど。はい、普通に怖かったじゃないですか。軽井沢大橋っていうまあまあタイトルなんですけど、うん、そこじゃなくて、うん、その前に行った湯川ダムっていうところの現象がちょっと怖かったっていう、そういう記憶があって、
でも思ったほど再生されてないなと思ったんですよ。されてないやん。ですよね。なんか僕はあれめっちゃ再生されるかなと思ったんですよ。俺も思ってた。40万回再生。ああもうなんか少ないな。少ないです。さっきの話を聞く例が65万回再生と、はい。はい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 。これ40万回再生ちょっと少ないな。見てほしいですねこれは、うん。チャンネル登録してくれてる方も見られていない方がいるということなので、ぜひですね軽井沢大橋見られていない方は見てください。はい。ここはもうあの。もう名所中の名所ですね。でも確かにここで何回も上がってるってことだな。怪我しながらも飛び降りることがいるって書かれてましたね。いや、ガチこっちですね。おかしいな。では6位の方発表していきましょう、はい、僕が選ぶ第6位は、うん、テレビで有名な座敷わらしの旅館不思議なことが起きた。まあでもそっか、はい、からまつ山荘ですね。からまつ山荘入れて、はい、自分が普通に動画的にじゃなくて自分が体験してることなんですけど、うん、本当にそういうのってあるんだなっていうのを感じたというか、うん、身に染みて思ったことです、ね、うん、っていうのも3回連続で座敷わらしの夢を見たことかな。 あの日ね、はい、はいはいはい、おかしいことが起きまくったっていうのが理由の一つです。なるほどなるほど、はい、もう一つあるんですよ。シンプルに面白いんですけど、もう言うても毎日2個起きてるんですよ。はい、プレデター事件。おお面白かったねあれは。なんかわけわからん事件が起きたんですよ。さらっと言ってるけどあれもう例より怖かったんですよ。いきなりもうバサーって立ち上がって、もう髪の毛バーンってなって、もうええよもう多分めっちゃ怖かった。僕ビクってしてます。はい、もうシンプルに、うん、ヤーカツさんの寝言がもう世界で一番面白いんじゃないかな。聞いたことないぐらい。なんかそれその日寝言言っとったっけ。めちゃくちゃ言ってるんですよ。え、そうやったっけ。覚えてないですね。もうな、どんな夢見てるのかなっていう、うん、もうこんなにはっきり喋る人がいるんだなっていう。よう言われんねんそれ。頑張ってんの。寝言を言う人ってこれ疲れてるのかな。疲れてる。まあまあまあ疲れてるやんな、うん、よくその何回かやかさんの寝言聞いたことありますけど、うん、基本的に仕事をしてるんですよ夢の中で。まあでもそうやんな。そうなんですよ。心霊ホテル特集とかで一人で泊まりに行って自分で動画見返しても、はい、やっぱりこの撮影中の寝言を大体言うてるな。タバコ休憩挟みましょうかとかそういうことばっかりですね。もうめっちゃいいやん。もっと言うてこういうのどんどん言っちゃう。まあ、夢の中でも仕事してるんですよ、うん、もうすごく頑張ってるので。そうそう、ただ、からまつ山荘に関してはなんか、コンビニ行きましょうとか休憩することばっかり考えてるやつよく考えたら、さっきのタバコ吸いましょうかも休憩やし。でも、それが理由なんや。それが理由です。僕ね、これはね、ディエゴ君また入れといてくれてよかったなって思うんですけど、はい、まあ、からまつ山荘に限らず、はい、座敷わらしの例が、はい、これはランクインしといてほしかったですね。そうですね。っていうのも、一番ね、時間が早かったら5時か6時ぐらいに旅館に入らせてもらって、でそこからカメラ仕掛けて朝の7時8時ぐらいまでカメラを回してオープニングを合わせると本当にね、まあ、15時間とか16時間とかずっとカメラ回してました。動画確認するのもそうですし、編集する人もそうですし、それをたったの15分とか20分でまとめちゃうわけですよ、はい、なのでこれに関してはもうこれも僕たちの見てほしいっていう。そうですね。ただのそっちの感情になっちゃうんですけども、ちょっと大変やった撮影なので、ぜひこの座敷わらしの旅館に関してはもうめちゃめちゃ人気なので、座敷わらしの旅館シリーズは人気ないので、はい、ぜひですね見ていただけたらなと思います。からまつ山荘に限らず全部で、そうですね、4つあるので、うん、しかも心霊動画ばっかり見とったらこのしんどくなっちゃいますよ、はい、たまにはこのからまつ山荘とかそういったこの座敷わらしの旅館シリーズを見てですね、僕たちを見て癒されるんじゃなくて座敷わらしを一緒に発見して皆さんに僕は幸せを届けたい、はい、本来そこやな、はい、別にいいよ再生回数なんか。僕はやっぱり普段からこの応援してもらってるやんか、はい、そうですね。だから僕たちが座敷わらしを見なくてもいいわけ、リスナーさんに座敷わらしを見てもらいたい、それが本心やんか、はい、なのでぜひ見てください。幸せになりますよ。全然です。怪しい壺を売ってるみたいな。ああ、もう全然。ね、見てください。はい。で、再生回数やな。人気のない座敷わらしシリーズの中ではまだ回ってる方かな。27万回再生でございます。ありがとうございます。
ただまあ座敷わらしの旅館好きやけどな、ちょっと俺好きな企画、ただもうあからさまにもこういう結果が出てますんで最近行ってないですよね行くだけでもすごいこの経費かかるわけで、これ回ってくれなかったらもうこれは費用対効果が悪いということで最近はちょっと行っていないんですけど、まあ、今後もですね座敷わらしの旅館は続きますのでぜひ見ていただけたらなというふうに思っております。座敷わらしの旅館に座敷わらしちゃんに会いに来た。事業とか人人間関係を全てうまくいったっていうので年に4回来ます。ちょっとやばいっすね、えぐいやろ。はい、次6位ですね、僕の。もういい格好するのやめましょうよ、皆さん。もうそろそろ。絶対心の中で皆さんこう思ってるからこそ、僕が今回代表して言います。全世界の人の前で。はい、僕が選んだ6位、内外陣橋。こちらです。これ何をみんなに伝えたいかっていうと、みんな自分好きでしょっていうことなんですよ。そうですね。最近ね、なんか僕こういう話よくするんですよ。笑いのツボ。笑いのツボって僕人それぞれあるんですけども、結果一番笑う動画ってこれお笑い芸人とかそんなんじゃなくて、自分がいじられたりとか自分の失敗が一番恥ずかしくて面白いんですよ。そういう意味でもこの内大陣橋に関してはめちゃめちゃ怖い場所ですよ、はい、心霊スポットとしても僕めっちゃ怖かった、はい、すごい感じるものがあった、はい、で実際に怪奇現象起きた、はい、でもそれ以上もうそれ上回ってしまうぐらい僕がやらかしてしまってる動画なわけですよ。そうなんですよ、これに関してはめちゃくちゃ面白かったですね。僕もランクインしてますね。してますよね、はい、いやこれはやっぱ人のことでもやっぱおもろいな。いやもうあれはもう笑いますね、すごく面白いです。面白かったです。もうほんまシンプルなことですよ、はい、あることが起きてしまっただけ、とあることです、うん、はい、もし今この目の前にいるマネージャーが同じことしてたら笑うかって、これ笑わないですよ。何が面白いかっていうのは、まあ、動画見たら分かるんですけど、はい、そんな長時間みたいな。そうですね、しかもあんな真剣に真剣にやってて、ほんまに真剣に僕仕事しとったのに、ディエゴも気づいてないし僕も気づいてないし、それがもうおかしくておかしくて、最後の最後まで見てくれたらもう本当に、うん、すごいですね。いい動画ですね、まあ、これが唯一の釣りサムネかもしれないですね確かに最後に衝撃の事実がみたいな、はい、まあ、ある意味釣ってて釣ってないようなサムネイルなんですけども、ぜひですねこちらの動画を見ていただけたらなと思います。まあ、ちなみに内大陣橋の、再生回数44万回再生、まあ、でも気持ち的にはすっごく面白かったから、はい、60万回再生ぐらいは、100万回再生はいけへんでしょ、60万回はいくんじゃないかっていう。でも結構思えへん、これそんな伸びんのみたいな。確かにそうですね、うん、なんか分かれへんよな、はい、まあ、古い動画の方がやっぱりその時は視聴者さんがまだ少ないので伸びてなくて当たり前なんですけど、古い動画の方が案外面白かったりするんですよみたいな、それをちょっと伝えていけたらと思います。これ結構高い場所にあるので、もう落ちたらひとたまりもないですよね。男の人のなんか苦しそうな声なんかな、今こっち側で聞こえましたね。合計8枚ぐらい多分俺写真撮ってんの、そのうちの1枚が男性が苦しそうに画面から飛び出してきそうな白いもやというか、ちょうどその写真が俺が覗き込んだ手すりのところの写真で、もっとちゃんと見ると転落防止の柵あったやろ、はい、その柵から上に飛び出してる写真。では5位の方発表していきます、はい、大山貝塚です。なるほど。いやこれは、ね、もう先に言っていいですか、はい、再生回数を、はい、これはね、あの非常に僕はえってなりましたね、はい、悲しかったんです。再生回数ね、これ前編後編に分かれてまして、前編35万回再生、後編31万回再生なんですよ。いやこれはね、おかしいやろ。まあ、そもそもですね、これちょっと前編後編に分かれてるんですけど、後編に力入れてますよ、はい、前編はこういうことがあるっていうコマーシャルみたいなもんですよ。でもやっぱ後編はメインなんで、そこをがっつり見てもらいたいのに、35万回再生と31万回再生、後編の方が少ないわけ。見てないです。そういうことなんですよ、はい、でね、後編のこの31万回再生の方の大山回数、これ止まってるんですけど、はい、半端じゃない怪奇現象起きてるんですよ、はい、めっちゃおかしいですめっちゃ近く俺行くそうなんですよ。なので、まあ、どういったこれ怪奇現象が起きてるかって、人の声が聞こえたりとか、足音が聞こえたりとか、最近やったセンサーライトが勝手に人がおれへんのについたとか、まあ、いろんな現象を僕たちやっていくじゃないですか。僕の中では結構上位の怪奇現象でしょ。
それとはまた違うんですけど、はい、動画にもちゃんとその証拠というか怪現象残ってるんですけど、人が来てるんですよ。そうなんですね。僕はあの時めちゃめちゃ寝てて、寝てるのよ。で、ヤカツさんのなんか人来たわみたいなやつで僕起きたんですよ、うんうん、でも、まあ、おかしいよねっていう話ですよね、うん、あれは人来てるんですけど、はい、来てないんですよって言ったらいいのか。人来てるのに来てない、来てたはずなのにいなかったって感じですかね。そうやな。がちゃんとね撮れてるんですよ、はい、で、あの僕たち演技できないですから、もうあって、まあ、リアルを追求するのを言ったっていうあれ理由でもあるんですけど、ほんまにね僕のこの動きとか反応とか行動でほんまに人来とったんやなっていうこのリアルさ伝わるんじゃないかな。なので大山貝塚に関しては僕の中でマジで最低でも50万回は行くでしょ。いやそうですよね。ワンチャン100万回行くんじゃないかなってしょも思いましたからね。そのぐらいちょっとめっちゃ怖いんかって言われたら分かんないですけど、それはもう皆さんのあれなので判断なので、ただ僕たちの中ではえ何これっていうすごいこのびっくりでもありましたね、はい、っていうのをしっかり収めれた動画かなっていう感じになります。急に酸素薄くなった感じするな。霊域の、まあ、洞窟があるとか、はい、うん、めちゃめちゃ怖いです。あともうちょっとだけ、あのめっちゃ足音聞こえました。じゃあディエゴの5位ですね。はい、はい、じゃ僕が選ぶ第5位は、うん、はい、リアルな痕跡と存在感のある霊、福島県の怖いスポット、これ神宝来橋ですね。あ、神宝来橋ね。はい、はい、スポットって言ったらパッて思いつくのが神宝来橋なんですよ。そうなの。っていうのも何ですかね、生々しさと、うん、覗いた先にしっかりあの靴跡があったのがちょっと衝撃だったんですよ。そうやな、初やったかもな、そういう意味では、はい、うん、だからそういう意味でもっと見てほしいかなっていう神宝来橋、うん、確かにね、普通に怖かったですし、うん、リアルじゃないですかあれが、うん、っていう感じですね。確かに初めてあんなにもくっきり普通に釜跡が残ってて、はい、しかも誰かがふざけて登ったこの足跡じゃないんですよね、はい、あの靴跡は完全に向こうに飛んだ人にしかつけへん靴跡というか、はい、確かにそう言われたらそこが一番リアルな場所やったのかもしれへんな。しかも多分よくよく考えたら、うん、あれって直近じゃないとあそこまでくっきり残るかなっていう。そうやな、はい、うんうん、まあ、真相は分かんないですけど、うん、なるほど、はい、まあ納得ですよ、はい、ですか、なんか求めてことやめない。いやいや、その確かになっていう、なんかずっとニヤニヤしてたんで、いやいやいやほんまと思って、いやまあまあ確かに今ディエゴが言ったことっていうのは全て納得できるし、はい、順位も全然それでいいんじゃないかなと思ったけど、はい、ほんまに俺がパッて言うか、僕の名称そこじゃなくて、はい、しまあ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 、が俺はすごいこの一番怖かった、はい、怖かったというかリアルやった、金網切られたから。まあまあ本当な方にもあったんですけど、うん、前回確か選んでる。なるほどなるほど、そういう意味もあって今回はそっちをチョイスしたということで、はい、まあ確かにでもね、あの神宝来橋も僕もめちゃくちゃ怖かった思い出はありますので、はい、あのぜひ見ていただけたらなと思います。ちなみに神宝来橋の再生回数31万回再生、確かにまあまあちょっと少ないかな、ちょっと見てほしかったかなっていう印象ですね。そうですね。なのでぜひあの神宝来橋見られていない方は、はい、ぜひ見てください。左足かかってるからこっち側に右足かかってるな。もうちょっと寒気すごっ。私の手前で、まあ、人影をしっかり見た。ちょっと待ってこわ、足音足音。では4位の方を発表したいなと思います。僕が選ぶ第4位は、はい、2度見確定思わず声が出てしまう北海道の登別大橋です。なるほど、はい、すごい動画やもんな、はい、これはちょっとぜひ見ていただきたいなと思います。じゃあ僕の4位ですね、こちらがですね七つ釜。もうこれはですね理由としましては、どこでがあったかはっきり分かる、はい、人のいる気配がすごい、スピリットボックスでの会話がもうすごく成り立った場所ですね。あそこはすごかったですね、うん、あそこまで会話成り立ったのはあそこが初めてじゃないですか、うん、ちゃんと言ったことに返答してるような、まあ、少なからず全国ツアーが始まってこのスピリットボックスを使って一番会話が成り立った場所、はい、初めてっていうような感じかな。名所って僕たちもいろんなところに行ってるんですけど、その中でも七つ釜に関してはおそらくここでがあったんやろなとか、そんな感じじゃなくて、いや間違いなくここであったんやなとか、すべて分かる場所なんですよ。
イメージできる場所によって分かるというか、ほんまに僕たちもちろん深夜に行ってますから人が全くいない時に行ってるんですけど、一番人が思った声とか気配っていうのがすごいんですよ。なのでいろんなこの名所って呼ばれるとこと比べてもこの場所は多分結構ね上位にランクインしてくると思います。でちなみに奈良津窯の再生回数61万回再生、まあそれなりに、はいはい、言ってますけども、まあ、こちらの動画に関しては前回のねトップ10に選んでませんので今回まあ取り上げさせてもらいました。ぜひこちらの動画も見てください。有名なスポットとなっております。ほらなんか男女がキャッ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 、そこまでこれなんですかね、微妙なんですよ。ちゃ危ないですね。危ないってやっぱ気持ち怖い、レベルちゃうやろ今までも。スポットじゃあここからですね、僕たち2人が選ぶトップ3ということで、はい、僕の方から言っていきたいなと思います。僕が選ぶナンバー3ですね、はい、心霊写真特集です。なるほど、そうですね、いやこれ絶対やる、はい、いやあのね心霊写真特集に関してはチャンネル登録されてる方の中でも、まあ、半分ぐらいの人しか見られてないんですよ。これが僕ほんと不思議で仕方なくて、やっぱり僕たちこの心霊系ということで YouTube をやらせてもらってるんですけども、はい、この心霊系の極みの部分ってやっぱこう写真なのかなと思うんですよ。ですよね、うん、でその中でも僕いつも心霊写真特集いつもこの説明してるんですけども、実際に僕がネットから拾ってきた怖い写真を紹介してるわけじゃなくて、だらしめのチャンネルを見てくれてるリスナー様からこの写真どうですかっていただいた写真の中から厳選に厳選を重ねた貴重な20枚を毎回この紹介するんですね。で編集の中にですねこれは合成やっていう風に判断してくれる人がいて、でプラスその中でもすごく分かりやすい写真だけを集めた特集で、プラス僕たちって言ってもやっぱ素人なんですね、視聴者さんと同じ立場の人間なんですよ。なので僕たちがこの心霊写真に写ってる霊は何の霊やって分かるかって分かんないですよ。なので霊能力者っていうのをこの一括りで皆さんも知ってるかと思うんですけども、これにもなんかこのランクっていうのがあるみたいで、この霊媒師、霊能者で、ここでユタ、ノロ、陰陽師っていうこのランク付けみたいなのがあるわけで、僕たちがいつもお世話になってるのがノロの末吉さんという方で、本当にね皆さんがよく聞くのがこの陰陽師っていう風に聞くと思うんですけど、陰陽師って一番ランク高いって言われてるんですけど、それとね並ぶのがノロって言われてるんですよ、はい、そのノロの末吉さんがこの心霊写真特集も一つ一つの写真、これはどういった例っていうのを説明してくれる特集となるんですよね。なのでもうがっつりちゃんと人の顔とか体っていうのが映り込んでるのが僕たちがやってるこの心霊写真特集なんですよ。これの再生回数が低いのが僕ほんと謎で、なんやったら一番見てほしいかもしれん、3位に入れてるけど。だってその何ていうんですかね、心霊写真って言えば霊が写ってるわけじゃないですか、うん、写ってる。なのでそれ一番気になりませんって思いますけどね、うんうんうん、僕ほんま自信あるんですけど、はい、毎回ほんとすごい数の DM が届くわけですよ。インスタのストーリーでね募集したらもう1回の心霊写真特集で3枚近く集まるわけですね。その中からこの選び抜かれたやつって本当にめちゃめちゃやばいですよ。なのでびっくりするような怖さのやつとか中にはあるわけ。あります。これもう霊信じひん人見たらどうなんのみたいな、そのぐらいいかついのがあるわけなんですよ。なのでこれはね動画が好きっていう方はもちろんこれはもういいと思うんですけど、僕からのお願いです、心霊写真特集一回見てください、めっちゃ怖いと思いますよ。なので僕は3位に選ばせていただきました。はい、はい、心霊写真特集こちらをやっていきたいなと思います。なかなか怖いんですよ、この写り方嫌やなっていう。よくないのと、はい、ドアの中にもいっぱいいるんですけど。あ、いっぱいいるんですかこれ。面白い。いや待って、こっちがめっちゃ顔に見えた、今男の人かなと思って、なんかニヤッとしてる10歳の女の子なんですよ。溺れてなくなってるんですね。これ人の顔色に見えへんねんな、青白い。まあ確かに。じゃあ僕が選ぶ第3位は、はい、最強 N ホテル、うん、怪奇現象が多いついてくる。なるほど、香川県、徳島県です、はい、徳島県の N ホテルです、うん、めっちゃ怖かったなっていう。いや、怖かったよ、おったの。動画また見返してたんですけど、うんうんうん、まず顔認証するんですよ。そうやったな。で、足音が聞こえて、うん、僕一回なんかもうこの辺で息を吹きかけられるみたいな、言っとった謎のなんか現象を受けるんですよ、うんうんうん、
で最後暗闇で話してた時に階段を上がってくる足音がはっきり聞こえたんですよ。でもうなんか怖かったなっていうので、うん、ランクインですね。これはそうですね、はい、正式に言うと僕たちが怪奇現象が特にやった場所がその N ホテルの前にある駐車場の中にある、はいちっちゃな休憩所というかみたいな、 なんか管理人室みたいなところですね、うんうんうん、そこの方がすごい怖くて、それこそスピリットボックス変ななんか誤作動するわ、はい、で足音はっきり聞こえるわ、それがしかも近づいてきてる、でそのタイミングでちゃんと階段も上ってきてるみたいな、全てが繋がってるというか、なんか下にいるよなって話したらその下から階段をこう一段一段上がってくる、そうなのよ。なので N ホテル確かにな、はい、怖かったっすね。これもうちょっと再生されてもいいよなっていう、あそんな少ないこれ確か、あ53万回再生、あーまあ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 そうやな、まあ、強いホテルやったな、うん、だからまあもうちょっと伸びてもいいんかなとは思うな、はい、だってもう分かれへんけど俺のこの基準っていうのが天理ダムなんやんか。天理ダムって僕が本当にこの10万人チャンネル登録行ってない時ぐらいに行ってるわけですよ。でも今も100万回再生超えてるわけで、はい、でそんな有名な心霊スポットかと、確かに有名な心霊スポットではあるんですが、そこに比べていやめっちゃ怖かったね、はい、もう10分耐えられへんかった、めちゃめちゃ怖かったけど、あそこと比べてもうあそこが100万回になったら他の動画もっと伸びてもいいよねっていう記事は、はいはいはい、うんうん、そういう意味ではこの N ホテルもうディエゴも今選んでましたけど、もうちょっと伸びてもいいと思います、はい、っていうような内容じゃないかなっていう。なのでぜひですね、まだこの徳島県最強スポット N ホテル、こちらの動画を見られていない方はぜひご覧ください、はい、今一瞬顔認証なんもないところで今カメラ顔認証上向けたら上で今パッて、それはい、うわっ、また顔認証、強烈にここで息吹かれてるんですよ。え？そうですね。誰か来てる？ではですね、次2位ですね。はい。発表しましょう。はい。迷うな。今？いや、僕が迷ってる理由は1位の時に話します。うんうん、あ、そう。はい。絶対ちょけてる。僕が選ぶ第2位は、はい、怪奇現象がつながる自殺の名所で写真も撮れた。うん。北海道の平和の滝です。なるほど、はい、あんなにはっきり分かりやすい怪奇現象が今まであったかなっていう、うんうん、北海道で一番有名な心霊スポットですよね、うん、確かそうかな、うん、でまさかのトイレで勝手に電気がついたり消えたり起きて、最初普通にセンサー式なのかなって思って、うん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 、見たら手動の電気でカチカチってな、はい、うん、まあありえないことが起きた場所ですね、うん、もうあれこそザ・怪奇現象、はい、っていうような動画なんですよ。全てこれ後から繋がるんですよ、はい、なのでこのね、ちゃんとこの物語が面白いんですよね。そうですね、綺麗に繋がった動画ですね、うん、あれは。そうですね、再生回数58万回再生ですね。もう悪くないですね。そうですね、なかなか、うん、悪くないけど、これはやっぱこのぜひ見られていない方がいるんであれば見てほしいっていう感じかな、はい、うん、これもね、なかなか面白いかなと思います。バーンってお化けが出てくるんかったらそうじゃないんですけど、それなりに多分怪奇現象多いと思います。僕の中ではこれぞ怪奇現象っていう動画ですね、うんうん、っていうね、僕たちも一番怪奇現象ってこのずっとキーワードが出てると思うんですけど、はい、マジでそんな感じの動画なので、はい、ぜひですね、見られていない方は見てください。もう俺これが一番気になったんやな、お地蔵様数多いなみたいな、おかしいおかしいおかしい、撮影始めたばかりだけど、はい、2件目ですもんね。消せるけど、ちょっと待って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 、異変に気づいてる、うん、待って、怖っ、怖っ、ちょっと待って、めっちゃ目、こっち覗いてるんですか、ちょっと覗いてるって、じゃあ僕の第2位ですね。第2位です。これすごい最近のやつでございます。羽生田村の呪われた写真です。絶対入ると思いました。いや、入るでしょ、絶対入ると思いました。これはね、内容がすごいんですよ。まあ、僕2回行ってるんですよね、この羽生田村に。一番初めに行った時に関しては女性の声が聞こえたりとかもいろんな怪奇現象あったんですけど、初めはね、やらせでもせえへんかったらマジで撮れたかないでっていうような場所やったんですよ。でも俺たちリアルにこだわるからやらせはせえへんから、帰ろうって潔く帰ろうとした時になんか変な感じがして、もう一回一人で行くみたいな感じになるわけですよ。まあ、女の人の声が聞こえたりもするんですけど、一番初め僕3人で行くんですけど、その時なかった写真っていうのが普通に道のど真ん中に一人で行った時にあるわけですよ。すごい写真見つけたみたいな、別に気持ち悪くないんやで、よくよく見ると。でもそれがなんかすごい気持ち悪くて怖くて、僕が笑いなしでちょっと鼻気になるわけですよ、怖すぎて。
で、その日はそれで撮影終わるんですけど、2回目たまたまこの原田龍二さんとそこの羽生田村に行くことになって、2回目行った時にないわけです。はい、そりゃそうやと。だって前回その場所で触ったもん触ったよ、何この写真って。でも怖くてやっぱその場に置いて帰るわけですよ。はい、そりゃ1年経って雨、風、まあ、嵐、土砂崩れだってあったよ。はい、久しぶりに行ったら、その中であの写真が同じこの道端に残ってることがまずおかしいのに、まず僕がそれを見つけてしまうんですよ。なぜか僕にも分かんないです、マジで。それこそやらせみたいななんか感じになってますよ、流れが。でもスタッフ合わせてあの日10人ぐらいおったのかな、そのスタッフ連中も全員でその道を通っていって気づかず、最終的に原田さんが一人タイムするって言うんで一人タイムするわけですよ。じゃあもうこれ流れ的に僕が行かないと終わんないんで僕も行きます。でもその時に僕ずっと頭に残ってるのが、絶対写真あんねんな、なんですよ。これも僕に分かんないですよ。僕写真を探したくて見てほしくて仕方なくなって、それがなんか憑依されてるのかどうかは僕には分かんないですけど、意識ははっきりしてますよ、こうやって喋れるんですから。で、写真をどうしてもこの見つけたいっていうのと見つかるっていうこの変なこの感覚が、その写真を崖の下で見つけるんですよ。崖の下にあったとしても撮りに行こうっていう発想もなければ、はい、なんでその崖の下を見ようっていうこの発想になったのかも、これも本当全てが分かんないです。でも確かにその写真を見つけたんですよ。ほんまだから安倍さん僕に正直に言ってくれました、ぶっちゃけ仕込んどったんじゃないかって。はいはいはい、じゃないと見つからんっていうぐらいの本当そんな感じなんですよ。ただ仕込みなんかもちろんしないですし、たまたま見つけて、その写真をもうこれは何回も何回もここに置いていっても八川さんはこれもう危ないと、やったらもう僕ちょっと自己責任で持って帰りますって持って帰ったら、これまた逮捕するっていう、もう大事故ですよ。マネージャーがいつもの道をいつも通り走って猛スピードで車がぶつかってきて、でもう一発歯医者なんですけど、僕はもうその時助手席乗ってなかったんですけど、すぐにその現場までタクシーで行って、その時にはもうすでに担架に乗ってる状態で、僕はあの運ばれますみたいな感じで運ばれていってたで、現場に残された僕は警察に言われるわけですよ。車の持ち主ですかって、あそうですと、やったら車ちょっとレッカーさせる場所があるんやったらその車屋さんに運んでもらえませんか、あちょっと連絡取りますと言って、でプラス車運ぶ前にその貴重品とか必要なものあるんやったら車下ろしてくださいと、車の中からで、分かりました言って、ガラガラって後ろのドアスライドドアバーって開けたら、僕のこの服が後部座席と椅子にかかってるんですけど、そこから写真がポロッと出てるわけですよ。それを見た時にガチってやっぱなるわけですよ。もう電話ももう何も漫画みたいな、もうこうやって挟んでてガラガラガラって開けてもうこれやな、マジで手ぐらいにびっくりしました。はい、ただそれはもちろんですよ、今多分この僕の話の流れ聞いてニヤニヤしながらこう思ってる人いると思います。たまたまやって、これはね僕もそう思います、たまたまやろって。でもね、たまたまにしてはおかしいことがあって、後日それのお祓い動画を撮った時には皆さんも見られてると思いますけど、写真の状態がおかしいんですよ。でも真実を知ってるのは僕とマネージャーだけかもしれない。っていうのも、その写真をずっと保管してたのは僕たち2人ですから。どういう保管方法をやったかっていうと、僕たち2人とも持ちたくないから写真を僕のマンションのポストで保持とってんな、はい、なすりつけ合いですよ。でも最終的にポスト入れとこうって話でポストの中入れてて、でも写真の状態が持って帰った日と比べてもうカビがすごいことになっててボロボロになってるんですよ。1年間自然に揉まれたあの写真、何も変化してなかった写真がその数日ちゃんと保管されてんのにボロボロになってるんですよ。あれ見たときは言葉出えへんかった。俺原田さんより先に喋られんかった。言葉失ってました。いやもうえ勘違いなんかな、なんかの間違いかなみたいな、僕だけがそう思ってるんかなと思った原田さんが、あれこんな状態だったっけみたいな、それ言われたときにいやですよねってこうなるわけですよ。本当にね、あの羽生田村のこの呪われた写真はゾッとしましたね。まあそれなりの再生回数いってます、55万回再生ですね。はい、僕あれ、まあ、いないわけじゃないですか、うん、普通に、まあ、動画で見ただけなんですけど、うん、呪いみたいな感じじゃないですか、うん、そういうのであるんだなって普通に思いましたね。いや俺も思ったよ初、はい、僕とかディーゴとかって心霊系やってるくせにお払いってほんまに意味あるんかなとかマジで信じてないです。絶対に信じなきゃいけない部類じゃないですか。そう、絶対信じてないです。そうやねんな憑依されてる動画とか見ると、はい、へえ、やっぱなっちゃうんすよ。でも今ディエゴが言ったみたいに僕もあ呪いってほんまにあるんやなって思いましたね。なのでぜひですね、はい、まだ見られていない方がいればですね、羽生田村の呪われた写真ぜひ見てください。本日はお祓いの動画を撮っていきたいなと思います。羽生田村と、まあ、いわゆるこの廃村に行ってきたんですけども、そこで写真を僕持って帰ったんですよ。その持って帰った翌日に同じ事故、翌日だったんだ、翌日なんですよ。
撮りの写真が撮るところなんです、はい、こんなカビてた。いや、そうなんです。そんな黒かったっけ。いや、もう原田さんが見てもちょっとおかしいのって分かりましたね。分かった。もちろらね。はい、ということで第1位、第1位ですね、はい、こちらを最後にお伝えしたいなと思います。僕この第1位に関しては、はい、一切笑えないんですよ。笑いなしの方ですか。あ、もうほんまに一切笑えなくて、ほんまに今までの動画の中で一番編集に悩んだ。なんで、はい、さっきちょっとディエゴさん言ってもらっていいですか。マジですか、はい、僕さっき2位と1位はどうしよっかなって言ってたじゃないですか、うん、ちょけてるからな、はい、うん、まあ1ちょけてるんですけど、うん、そのちょけてるからどうしよっかなって悩んだんじゃないですか。あ、違うの。違うんですよ。お、教えて、うん、まあ第1位ですね、うん、の名所、ほう、内大陣橋でございます。そういうことね。もう先に言っちゃってるんですよ。そういうことね、はい、あ、それ上位に入ってくるの。はい、内大陣橋な。内大陣橋、はい、もう全て狂っちゃったね。全て狂っちゃったね、はい、滑舌も、滑舌も、読み方も、読み方も、それは俺が結構前半の方に出してもうたから、出しちゃったから、まあ、どうしようかなと、うんうん、なるほどね、だけです。いや俺な、はい、中学校ぐらいの時から、はい、ダサいことすごい嫌いで、どうやったらみんなに尊敬とか、はい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 、かっこいいとか、はい、面白いとか言われるのかなっていうことをずっと考えてきた、はい、で俺が一番言われたくなかった言葉が当時、はい、かわいいやれた。なるほど。俺男やから、はいはい、可愛いって褒められるのめっちゃ嫌いで、可愛いとか言われることがあったら、俺可愛くないからよく怒ってた。で、やっぱりよく言われてたのが、友達周り、男友達とかでもよく言われてたのが、はい、お前って天然よなってよく言われてた。俺もずっと否定しとった。いや、どこかって、ボケてるだけやし、はいはいはい、言い続けてきたけど、34歳なんですよ。で、内大陣橋行って、あのことが起きたわけじゃないですか。初めて、あ、俺って天然だよなってほんまに、あれに関しては全部持ってかれましたもん。うん、全部持ってかれ、いや、そうよ、はい、だあれに関してはね、ちょっとすごいやっぱ面白かったっすね、はい、あ、34年間生きてきて、もう初めて、ああ、そうなの、俺天然なんやって思いましたあれに関しては気づけた動画でしたね。ということで、僕が選ぶ第1位ですね、これはもちろん前回も選んでないですし、今回のこのトップ10でこれ1位以外もなかったです。それが黒い影です。絶対選ぶだろうなと思って、僕あえて入れてなかった。あ、そうなんや、ね、はい、この黒い影はですね、再生回数72万回再生、これはですね、最近だらしめのチャンネル登録をされたこの視聴者さんもおそらく見てるんじゃないかなっていうふうに思います。っていうのも185個今動画を投稿してるんですが、全てのこの動画の中でまずサムネイルが一番シンプルなんですよ、はい、もう黒一色、はい、でタイトルもドシンプル、はい、黒い影、はい、もうこれしか乗っけれなかったですかね。すごかったですね、色々もう結構頑張りましたですね、はい、なので断言はできないですけど、はい、おそらく心霊系 YouTuber の中で一番すごい撮影をしたのかなって思います、はい、しかもこの自然にね、はい、見ていない方がいるかもしれないので、あんまりこの内容をはっきり全部を伝えることはできないんですけど、まずそんなタイミングで撮影することってあるんやっていうことと、自分が言ってることが次の日になって全てつながる、で自分の気づいていない時にそのことが起きてた、そしてその全ての証拠になるんじゃないかなっていうぐらいの怪奇現象がしっかり撮れてる、はい、ただ揃いに揃いすぎてこの動画出そうかなって悩みましたね、はい、真実を言うかどうかも迷いました。正直やっぱり僕たちも人ですから、はい、このモラルっていう部分をすごいやっぱ気にするわけで、まあ、言い出したらきりないんですけど、その部分に正直すごく悩みました。こうやってやっぱたくさんの人に見てもらってるからこそですね、そういう部分はやっぱりすごく毎回考えるわけで、もちろんこうやってふざけたりとかもするんですけど、ある程度やっぱ考えてこの構成とか編集するときにしてるわけで、なのでね、この黒い影っていうのは僕の中では結構攻めた動画そうですね、ですね、心霊系好きな人にはやっぱこの見てほしい動画そうですね、肝試しに行った時にこんなこともあるんやとか、霊以外の怖さっていうのもやっぱりこのあるんやなっていうのが分かる動画というか、全ての内容がここに詰まってるのがこの黒い影じゃないかっていうふうに、僕は思っています。
なのでこの動画に関しては僕の中では200万回再生ぐらいの内容かなっていう。いやもう全然そんな感じで、いやほんまに本当になめっちゃこれな迷ったもんな、めっちゃ修正しましたよね、したな、めちゃめちゃ徹夜しましたね、うん、確かなんか表現の仕方とか、そうですね、うん、実際にこのリスナーさんの話出してへんかなとか全部迷ったぐらいなんで、そのもちろん決定的な瞬間とか映ってないですし、いつにそういうことが起きたかっていうのを全て把握した上でこの動画を出してますから、見る分には全然問題ないですし、僕も全然問題なく撮影できてるのでパッとも見てもらえるんじゃないかなっていうふうに思いますけど、とにかく今思えば過去一内容の濃い撮影やったなって。そうですね、今思えばね、しかもそういう時に限って一人なんですよ。そうなんですよ。なのでぜひですね、まだ見られていない方はこの1位に選ばれました黒い影見てください。僕のちょっと聞こえた、違った、違った、声聞こえなかったですか。一番奥で黒いもやのような人影が、結構はっきり見えました。僕以外の影が、横切ったと。苦しい、ビビった。雰囲気わかります、これ無理、バチ怖い。ちょっと今はやめて、ちょっと一回だけ我慢します。もう無理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 、ちょっと、ちなみにですね、はい、やっぱ一番だらしめんの編集をしてくれてるこの島くんという方がいるんですけど、その島くんが選ぶ10個これを最後に伝えて終わりたいなと思います。ランキングじゃないんですけど、はい、まず島田秀平コラボ、まあ、理由としましては手相の部分で褒めて褒めて最後に落とす島田さんがさすが芸人さんだなと思った、普通に照れてるやあかずがじわる嫌いな島くん、あ、ほんま？ほんまいねんけど。で、心霊ダムでの話、夢で公衆トイレに出てきた話がガチで怖くて一人で痛くなくなった、わざわざカフェに行って編集した。なるほどね、島君怖いよな、夢だから絶対編集せへんっていうことな、うん、島田秀平さんからゾッとする怪談話をしていただこうかなと思います。千葉県にある金山ダムは行かれたことあります？あ、まだ行ってないんですよ。で、僕がそこで経験したちょっと体験談、はい、今日聞いていただいてもいいですか？はい。女性が以前ダムに落ちて溺れて亡くなってしまった、はい、左肩がズーンと重くなってくるってことがあるんですね、はい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 、1センチ四方だけなんかもうコリが取れないっていう、はいはい、え、なになになにって思うじゃないですか。で、最終的に島田ので、次 ST スタジオコラボ、もうめちゃくちゃこだわった動画みたいですね、はい、なのでこの ST スタジオコラボ藤原君、こちらをぜひ見てほしいと思います。100万再生ぐらいいくのかなって思ったから本気で悔しいって言ってます。まあ確かにめちゃめちゃこだわったかな、すべてにな、こだわってましたね。しかも超短期間で、しかもカット視聴者のみんな頼むって書いてある頼まれましたね。綺麗やな。さあ出発や。どうもやかずです。ディエガです。ホラーナイト ST スタジオ、おー、それ結構マジでやります。うわ、気持ち悪い。めちゃくちゃ古い人形なんですけど、なんか藁ですね。おー、ちょっとあれですね、空気変わりますね、やっぱりどんやりします。もともと人が賑わってた場所だから魂が残ってるってのはよく聞く。うわー、はいはいはい、うわ、ここやばいな、もう一発やばいな、うわうわうわ、どうしたどうした、あの部屋からフッフッといった女、笑い声、女、うん、え、嘘でしょ、ちょっと待ってください、オープニング早々ちょっと怪奇現象多すぎません？そうです、ね、やばいっす、だってさっきもカメラ何回も直しましたもんね。そうですね。めっちゃ足音した。え、扉閉まる音、今ドンって言った、確実に、うん、やばい、トリフィルダー反応します。え、ちょっと離れます、一旦離れます、一旦離れます、
あ、ちょっとマジで今聞こえたな。おい、ここだ。おい、何ここ。おい、鳴ってる鳴ってる。この部屋はね、唯一僕が見た部屋、こんなんあるの忘れてましたね。え、怖っ。え、この場所で一人かくれんぼやりたいなと思います。そうでしょ。じゃあ次、幽霊屋敷で一人かくれんぼ宿泊した。あ、そっか、志摩くん一緒に行ってるからや。ヤーカンさんと僕で行った撮影で、ヤーカンさんが一人かくれんぼしてる時に一人で外で待たされてガチで怖かった。それはね、確かに怖いわな。でも怖いだって、心霊スポットほんまに行きたがれへん人が無理やり一回そんな変質すんのよ。コナンが呼ばれた場所で一発目ここで。なんかね、外ってめっちゃ危ない人とかがおるっていう噂もあるから、そこで30分間俺一人で待たしたそりゃ怖いわな。いや、それほんまにかわいそうなことでしたわ。もう怖いけどマジで頑張ってくるからって言ってから、僕も頑張って耐えてたけど、動画見たら寝てた。とにかくね、無性な、はい、寝てたね。ちょっとエンタメ要素が強いけど、動画のラストにある定点映像で男性の夢き声みたいなが入ってて怖かった。この時ちょうど別のクエストで外に出てる時だったから良かったけど、室内にいると考えたらゾッとする。まあ、確かにね、これはもう怖かったっすね。この山奥にある幽霊屋敷に泊まりに来たんです。髪の毛が出てきて、はい、多分遺髪っていうんですか、亡くなった人の、はい、めっちゃ亡くなってますね。はい、テレビとかで見たことあるけど実物見るの初めてですね。うわ、待って、怖っ。まず僕びっくりしたのが、あの奥の人形首もげてるでしょ。あれ、上にあるのって遺骨ですか。これもう誰のか分かんないですよ。でもこれはあんま触んない方がいいって言われてるんで、スタッフは触ってもないです。心霊写真にチャレンジして1枚だけこれおかしいやろっていう写真撮れました。最後にそれ見ていただきましょう。で、次が心霊写真特集、はい、こちらの動画で14分23秒あたりで紹介されてる写真がマジで怖い。他の動画と比べると再生が少ないけど、編集しててマジで怖いのは心霊写真特集。やっぱそうやな。この動画を選んだけど、他の心霊写真特集にもガチで怖い写真はたくさんある。いや、わかるわー。これはぜひ見ていただきたいですね。今のところ結構怖いの続いてると思いますけど、レベル上がります。すごい気味が悪いんです。人じゃないですね、間違いなく。1時間ぐらいこの後いたとしたら、もう完璧に取り付いてたことになります。あー、そうなんですね。ザ・心霊写真と言えるでしょう。車の中にいるんですよ、これ中に。これは久しぶりに鳥肌が立ちました、これは。次、ST スタジオコラボ心霊写真特集。最近になっちゃう、これ。心霊写真も怖いけど、この家にいる霊の声もかなり怖い。心霊スポットでの撮影じゃないから動画確認部隊に投げずにこの動画を編集したんですけど、編集しながらでも分かるぐらいがっつり声が入ってて焦った。あと、末吉さんが家の間取りを当てるのを見て、この人ガチだなって確信した。末吉さんはガチですよ。やばいやろ。あれはガチですよ。ほんまに末吉さんやばいからな。6人で行ってるのに、パッと見7人いるんじゃねみたいな。焚き上げも必要になりますし、はい、一応そのお祓い等などはどこかで受けられたらと思います。これは完全に顔が映っちゃってるんですよね。うわー、うわー、やばいやばいやばい。しかもなんか謎の映り方しよう、まず笑ってる幽霊かなり立ち悪くて、怖いな。亡くなられてるのに、その、まあ、亡くなられた病院のままでそれを楽しんでるっていう考えの持ち主なので、確実に後ろには誰もいない。なんか後ろに引っ張られてる感もありますよね。確かに。うわ、怖っ。今声聞こえた。で、次、新潟長瀬8分23秒あたりで千と千尋の神隠しの下りと、21分47秒あたりの爆音のダムが個人的に面白かった。前半の端の部分は怖めだけど、ディエゴ君お得意の雑学もある動画でバランスがいい気がする。へえー、そうなんや。新潟長瀬、ちょっと俺も見たことあった、まあ、千と千尋の神隠しね、はい、あの場所ね、覚えてる覚えてる。手のひら返し気になりですね。あーあれか、はい、なるほどなるほど。うわ、これすごっ。全力で渡るの嫌なんですけど、声が聞こえると。で、下に引きずり下ろされそうになる。それがここの心霊現象。ここから人が飛び降りるのもちょっと想像しちゃいましたね。今回頭に浮かんだのが女性でした。暗闇の中にもう一人で進んでいってるみたいな、その恐怖ですね。バッて手が出てきそうというか、うめき声。次が愛媛11戦27分から始まる八幡の恋人への嫉妬が面白い。この時アベックって単語を初めて聞いてわざわざ調べた。
アビックぐらい分かるよ。いや、俺も使えへんで。昔な。そう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 。僕も使わないですよ。使わないですけど、なんかアベックって言った方がなんかいじられるかなみたいな。あえてのチョイスですから。アベックなんか言ったことないですからね。7月21日、本当にもう1週間ちょっと前ですね。このダム湖で、が上がったみたいです。身元不明らしいです。パッてこの首ごとこっち振り向きそうな雰囲気があるような。はいはいはい。まあ、ただ少しやっぱちょっと怖いですけどね。なんかちょっと違和感もありますよね、やっぱり。うわっ、怖っ。ちょっと待って。次が青森10戦16分22秒あたりでディエゴ君が花壇を花壇ってあったな。ガチで間違えた。矢田さんがここぞとばかりに攻め立てるのが面白かった。17分8秒のディエゴ君のミスに気づいた時の嬉しそうな表情をぜひ見てほしいと思います。いや、ほんまね、日頃からもう僕頭いいですからみたいな、もうなんか絶対出したい、もういや僕も知らないですみたいな返答返ってくるんかなと思っていつも僕ディエゴにこれさすがに知らんやろぐらいの感じで振ったら毎回答えてくるわけですよ。そのディエゴが花壇のこと花壇ですから、それはもうそれで最高でしたね。解体途中に機械が故障したらしくて、それがなんか立て続けに続いて解体が進まなかったっていう状況になります。おるとしたらここやろなっていう感じがもうするね。こんだけ開いててこの気持ち悪さ、この部屋でオーナーがした。おお。なんなんやろな、俺びっくりした。いや、お次がカラオケ廃墟。まあ、これはね、俺も確かにいいと思う。つゆさんとビデオ通話しながら廃墟を回る動画で、電話始まって24分35秒あたりで、つゆさんが言ったヤーガンさんの右側に女の人がいるという発言で一気に怖くなった。確かにまあこのカラオケ廃墟っていうのが、ビデオ通話で一緒にこの心霊スポットを回るっていうのは確か初めてです。なので画角的にもまあすごく良かったんじゃないかなっていうふうに思います。ぜひ見てください。なんかめっちゃ普通に人の声聞こえません？若い女の子。現時点でまあ一つだけ言えるのは、何かおるなっていうことですね。嫌な想像ばっかりしてしまうんですよ。なんかドーンって見えてしまって、自分が必死に逃げてるのが頭で浮かぶんで、なんかずっと誰かにつけられてる気がする。めっちゃ扉の向こうが気になるんですよ。ちょっと待って、怖い。動いてんのに声聞こえなくなったんですよ。もう終始ね、やっぱこのなんか気持ち悪いなっていう感覚はつきまとうので、せよさんと電話しながら動画撮っていこうかなって思います。で、最後はですね、大島テル奇妙な事件。ただ事故物件を紹介するだけじゃなくて、そこで何があったのかっていうのを具体的に話してくれるから怖い。特にこの動画は家族が次々と亡くなっていく話はかなり気持ち悪かった。カットしてるけど、矢川さんが大島テルさんの話をちょこちょこ理解してなくてしまった。それは言ったらあかん。いや、これちょっと島君にじゃあこれちょっと伝えますけど、確かにね、あの人ちょっと頭いいね。本当にね、ちょっとね、難しいんですよ。早いし、一生懸命僕聞こうと思って、マジで一点集中してこれ話聞いてるんですけど、まあ理解できないこと確かにありますけど、もう一つだけこれ理由があって、いやこれもう大島テルさん見たら申し訳ないですけど、めっちゃ眠たくなるんですよ。声渋いです。めちゃめちゃかっこいい声。そう、もうね、一定のリズムでずっと喋り続けるんで、今言ったように声渋いやんか、あれもすごいこの居心地いいのよ。で、長いのよね。なので、そういうことやな、分かりやすく説明してくれるんで、こう長くどうしてもなってしまうんですけど、違う世界がこのファファファとかも見えてくるんですよね。なので理解してない顔をしてるんじゃなくて、どっちかっていうとまあ眠たいっていう。大島テルさんの説明分かりやすいんですよ。理解できております。やばい事故物件、大体神奈川っていうのがこの界隈の定説で、東京と比べてもなんかちょっと変な事件事故多いんですよ。で、お母さんが働いててシングルマザーってことですから、かなりこう頑張っちゃってて、ある日亡くなっちゃったんですよ、おばあさんより先に。はい、息子、おばあちゃんから見れば孫ですけど、この男が、俺が孫を。はい、ということでこれがまあ島君が選んだトップ10ということで、はい、よろしくお願いします。奈良市民ホラーチャンネル、はい、いかがでしたでしょうか。ダラシメンが選ぶ動画トップ10です。まあ今回もですね、はい、どちらかというとやっぱり僕とディエゴが本当にこの皆さんに見てほしいっていう思いが強い動画集というか、確かに、そ
そうですね。なので本当に怖さだけじゃなくて面白かったっていうような内容も中にはあるんですけども、本当にね、視聴者さんってどういうのを求めてんねやろっていう風にやっぱりもちろん考えて撮ったりするんですけど、多分この編集の仕方やったら受けいいんやろなとか、まあ、こういう編集したらまあ怖いんやろなとか、いろんなことを考えて編集するんですけど、最終的にはやっぱり一番シンプルで見やすい動画、いつも通りの感じで進めていくのが一番いいんじゃないかっていうので、いつも動画を作ってるわけで、ただその中でもやっぱり僕たちが選んだ動画がなかなかこの再生回数が回ってるのを見ると、見てくれっていうよりもほんまにね、この見てほしいですよね。そうですね、うん、まあ、見てほしい動画ランキングですか。いやほんまになんか、はい、見ないともったいないってことは全然ないですけど、だらしめの動画前回ちょっと見忘れたな、今回はつや見ようみたいな感じで適当に見ていくんじゃなくて、本当にこのサムネイルとかタイトルとかでしっかりこの選んで見ていただけたらなと。もう全部見ろとは言わないんで、はい、全部見ろっていう顔してるで、全部見ろって言ってます。はい僕もですということで、はい、だらしめんが選ぶ動画トップ10、ぜひですね皆さんもあの見ていただけたらなと思います。どうぞ最後に一言。全部の動画見てください。ありがとうございました。はい、ということで終わります。はい、さよなら。え、待って、来て。今物音、足音と一緒に後ろにめっちゃ気配感じた。えぐくないか、めっちゃ嫌な感じが。成り立ってると思います。誰？皆さんこんにちは、ヤヤカズです。いつもご視聴ありがとうございます。全国ツアーもいよいよスタートとなりますし、だらしめんは今後いろんな企画をやっていきます。ただですね、だらしめんだけではできない企画もたくさんありますので、リスナー様の協力も必ず必要となってきます。なので僕がですね、情報発信をしているインスタグラム、そしてツイッター、こちらのフォローだけお願いします。でアカウント情報なんですけども概要欄に載せております。もしくはインスタグラムで直接ヤーカズで検索。では今回も最後までご視聴ありがとうございます。また次の動画でお会いしましょう。さよなら、バイバーイ。ドン。